今さ、朝起きてネットつけてページ見てみたら、みんなバンディって書いてあんの。おかしくない？だってバンディがそんなことするわけないじゃん。なんでみんなバンディ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 書いてあんの。うわ、意味わかんない、意味わかんないよそんなの。ちょっと電話かけてみよう。あ、ダメだ、電話つながんない。なんでだろう、なんで。あ、ちょっと誰か来た。はい、お前は昨日の紙袋の野郎じゃねえかよ。なんでここ上がったんだ。バンディ、なんでお前が、なんでお前がそんなことするんだよ。あなたがやれって言ったんでしょ。あとは私が話しましょう。あれは約1年半前、バンさんがメルイン TV 入って間もない頃、その頃は藤岡グッサン時代でした。その中、バンさんをどうやってデビューさせるか試行錯誤は続きました。ああでもないこうでもない、いろいろ議論が交わされ、導き出した答えはメグインの悪役を作れば面白いんじゃねっていう、よくわからないものでした。入ったばっかりで何もわからない僕は、押し入れの中からおもむろに出された紙袋をかぶされました。その時の証拠がこれです。そして僕はこの部屋でメグインとメグイン TV のことを罵ったのです。仕方なかったんや、バンディのキャラ設定が難しかったんや、仕方ないことなんや。こうして逃げていった新人は多数、あなたは帰ることができますか。2011年度メグイン TV はスタッフ絶賛募集中です。来るな。いや、来た方がいいでしょ。昨日の紙袋なんじゃねえかよ。なんで怖がってんだよ。